耳食堂の行くわよバンバクー。はい、ということで、はい、行くわよバンバク始まります。はい、気持ちいいオープニングでしたね。うん、そうね、はい、やっぱこう勢いつけるためにね、うんうんうん、何度かこうためなあかんねやな、やっぱり。ためていかんとね、うん、押し込んでました、もうめちゃくちゃ。ありがとうございます。はい、ということで、1週間、2週間ぶりですね。はい、1週間ぶりですね。いやもう、ラジオはね、もう収録がさ、ちょっとさ、前、この間早めに撮ったからさ。そうやな、ちょっと前に撮ったもんね。たまりにたまってるやん、エピソードが。エピソード、話したいことが。もう、ここすごいよ、もう、すごい毎日楽しみです。何から話せばいいのかわからん。あ、でも確かに木村くんは、この1、2週間、うん、ちょっとね、いろんなことありましたもんね。もう芸能人みたいな活動してたよ。すごかったね、ほんまに。うち、もうね、うちもちょっとドキドキしてましたもん。え、ほんまに。いや、そらそうよ。テレビ出たから。はい、そうです。もうしかも普通にね、なんかあの深夜とかじゃなくて、うん、もう夕方夜の、まあその話もあんねんけど、はい、しょぼい方の話からし。あ、いいですよ、そんなあるんですか。しょぼい話なんてあるんですか。昨日2日前かな、ちょうど、うん、あの何やったかな、僕去年ボエトレミュージカルっての出て、はい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 、ミュージカル出たんですよ、オーディション受かって、うん、でそのボエトレミュージカルってのが、まあ、結構テレビでもちょこちょこ出てる、はいはいはい、ターナー先生っていうボエトレの先生と、うん、脚本家の角川さんの、はいはいはい、あのコンビのイベントやねんけど、うんうん、そのターナー先生がやっぱ実力っていうか実権を握ってて、うんうんうん、今回テレビのなんか何ちゅう、テレビも使ってそれを宣伝してくれるみたいな、はい、模様をお届けしますみたいな、はい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 、してくれて、だからテレビ埼玉、神奈川、うんうん、千葉、うんうんうん、でその15分番組やけど、そのボイトレミュージカルの様子を放送しますんで、皆さん宣伝してくださいみたいな LINE、うんうん、来て宣伝したの。そうですね、うん、あの関東、今うちらは関西やから見れへんけ ど、関東の人もね、そうそう、おったらなと思って一応宣伝して、うんうん、はいはい。でそしたらさ、あの千葉ちゃん埼玉の知人から連絡来て、もうターナーとは付き合うなって来て。なんでもう君と何があったんだで、共演者に今笑い坂係長持ってんけど、はい、言いましたね、君と係長はゴミ扱いやっつって、うん、まあ3秒ぐらいは流れたかなとか言って、で基本的にはもう全国の皆さん、僕はいろんな人たちと出会って、いろんな人たちのに、あの歌のすごす素晴らしさをなんか知ってもらいました。ああ、だから皆さんこれからも僕のことをあのぜひ頼ってくださいね。そういう15分やったっていう。なんとできて、もうなんかそのターナー先生とは付き合うなって。その人からのって、うん、っていう知人からのお怒りのメールが来まして、めちゃおもろいやんか。しっかり見てくれてるんで、しっかり見た上で。なるほどね。うわ、じゃあ全然映ってなかったんや、そういうボイトレのあのミュージカルの模様とかは。なんかあの告知やめませんかって言われた。その期待をね。そうそう、僕もね、あのこんな、はいはいはい、なんか様子届けてくれるらしいですっていう。せやな。そう、あ、そっか、うち今千葉にさ、うん、その友達が住んでてな。あかんあかんあかん。いや、この間その、うん、あ、この千葉入ってるやんと思って、あかんそう連絡してん、これ見れるみたいな。あかんそしたら、まあ、ちょっとその時家にいるか、ちょっと微妙な時期やし、もう時間考えろよってきて、うち3時ぐらいの気持ちで言っててん、その番組が。こうやったら結構夜遅かったやんか。あー、まあね、24時何分で、子供最近生まれたばっかりやから、そうそう、もう昼の3時ぐらいのテンションのなんか送ってくんなみたいな。え、怒られた。うん、言ってて、で、あー、そうやなみたいな、うん、まあなんか機会あればみたいな言ってたけど、うん、みんなっていうとこは。え、何みんなって。あ、見るなっていうとこは、それを番組頑張って見るなっていうとこは。言うといて、ちょっと危ないから。そうか、でもそういうのはあれやんな、なんかテレビってさ、うん、はい、前去年もキムにあの NHK のさ、うんうんうん、あの阿佐ヶ谷姉妹さんのね、アパートメントね、そうそうそう、うん、番組でさ、こう収録が流れますっつってさ、うんうん、こうなあ、うん、やってさ、でうちもその収録の現場にいたからさ、うん、でもう2時間ぐらいみっちりテレビ撮ってさ、ね、そうそうそう、でも使われたんがさ、こうもうキュッて、うん、3セリフぐらい、キュッやつ、うん、分からんよなテレビって。まあな、うん、その流れるまでは。いや、でもまあテレビもね、すごいよね、いろんな素材から厳選してるからな、うん、なんか編集とかやっぱりなあ、もうすごいんやなって、やっぱ撮られてる側は思うんじゃん、うん、すごいよね。だから、うん、あの、なんていうかな、もしあれがさ、うん、食事やとしたらさ、はいはい、捨てる部分おーって思うよ。せやんな、ほんまやんな、ね、SDGs どこ行ったんってなるよね。やしさ、その、まあその15分の
使われるコーナーでさ、うん、2時間撮ってるってことはさ、うん、バラエティとか1時間番組とかさ、うん、どんだけ撮ってんのやろうと思うよな。いやほんまそうやんな。なあ、まあでもダウンタウンは早いらしいよね。よくいじられてるけど、あ、もう よく言われるよな、それ。なんか時々オフシーンで、うん、浜ちゃんめっちゃ怒ってるやつとか流れてる。AD さんがこうカンペ間違えて、もうしっかせボケーみたいな。めっちゃ怒ってるって思うけど、うん、でもまあみんなプロやからやっぱ早いんかな、そういうのは。いや、そうやろうな。なあ。ヒットちゃんと打つんやろうね。でもその収録はさ、どこが使われてるか分からんけどさ、やっぱ生放送って、はい、あれやな。そうですね、すごいな、ほんまに、ね、おめでとう、お疲れ様、はい、生放送出てきましたということで、はい、お疲れ様です、報道ランナー、はい、はい、いや感動した、感動した、いや、うん、ほんまに感動したよな、感動した、うん、おお、もう6時20分ぐらいから出ますって言ってて、うん、もうずっとそわそわしてて、うん、でもちょうど6時20分ぐらいにテレビがつかへんくて、はい、ちょうどつかんくてテレビ線一生懸命直して22分ぐらいから見れた、うんうん、おーよかった、うん、もうテレビ関西に行くんがさ2回目やから、せやんな、おといたちさん、うんうん、もう全然慣れたもんですね。でも楽屋でご飯とか食べてたよ。いや楽屋前なかったからさ、うん、前なんかそこの椅子座っててくださいみたいな感じで、全然対応違うと思って、すごいな、番組でちゃうんだよね、やっぱな、やちゃうんやな、ああいうのって、その何時入りでどんな待ち時間があってみたいな感じやったの？15時入りで、はいはいはい、1回リハして、はあ、入場のリハをして、あ、2、3回、うんうんうん、で入場リハした後にそのマイコがメインで喋るから、うんうん、はいはい、マイコのその喋り1回下1下りを全部、ーで論文の厚志さん役の人もなんかそのなるほど、ね、ディレクターのとかがやったりして、うん、はいはい、そうそうやってたね。すごい、すごいのが、うん、でそこでリハしたやつを全部撮影してんねん一応、はいはい、で出演する20分前ぐらいに、うん、そのスタッフの人たちが来て、うん、さっきの こんな感じになりますって、うん、その番組会仮で作ってくれてる、うん、すげー、すごいな、うん、でここの部分がちょっとね、はいはい、伸びている感じがするんで、うんうんうん、ここちょっとコンパクトにしてもらった方がいいかもしれないですとか、うわー、プロやな、出演20分前でこれまだすんねやと思って、すごいな、まあ、でもニュース番組やもんな、言うて、いやすごいよね、で台本もさまた一から新しく作り直してさ、そう渡してくれて、すげえ、なんかもう力の入り方がすごいな、いやすごいね、マジで、いや俺もさセリフ1個もないからさ、はいはいはい、台本2冊とも読んでないわおいウエストランドに学んでないんか、怒られるやつ、ほんまに、だって俺喋らんし喋らんし、流れがあるでしょ、喋らんし、みんなあかんやろ、喋らんし、怒られるよ、喋らんし俺いやでもすごかったな、うん、なんかマイコーさんもさ、うん、やっぱ普段こう関わりのある人やから、はい、なんかテレビであんなこうがっつり映って喋ってんの見たら、うん、ちょっとなんかめっちゃ応援したい気持ちなんだ、やっぱもっとやっぱデブを世間的に認めてもらいたい、ね、っていう意思をね持った社長さんですから、はい、僕にとっては宝のような人ですよね。いやそうやん、なんかさ、うん、そのデブ借りっていうサービスをね、うん、そのキムニが見つけてからさ、そう登録して、うん、で実際レンタルしてもらってとかから結構いろんな話がさ、うん、出たりしてるやん、こうやってこう、ね、テレビ出演もそうやしさ、うん、まあ、てかテレビ出演2回ともなデブ借りさんの、ほんまやな、話やしさ、確かになんかそこからデブモデルになったりとかさ、うん、めちゃくちゃ飛躍しましたね。デブ借りありがとうやな、ほんまやで、なんかちょっとなあ、ありがとうと言いましょうしっかりここでまあでもキムニーもキムニーでね、上海ブルドッグでテーマソング作ったりとか、デブカリのね、はい、いろいろまあ宣伝とかはしてるのでね、うん、お互い上がっていきたいですけども、はい、いやでもテレビで見たらやっぱちゃうな、何ちゃう、顔めっちゃちっちゃいわまあアウターがめっちゃでかかったからいや顔がちっちゃいわ、いやアウターでかかった、確信に変わった確信ってね、うん、木村くん顔ちっちゃいわ、ちゃうな、アウターめっちゃでかかったよ、ちゃうねん、え、デブの中で顔めっちゃちっちゃいわ、うん、まあそうかもしれんな、やし、うん、この一緒に出てたね、うん、あの方とかお米ちゃんとかもあ、お米ちゃんね、やっぱなんかもう、うん、花があるよな、まああるかもしれない、うん、確かに、でもそれはこうデブ狩りのマイコーさんとかがさ、うん、もうデブめっちゃみんなイケてるやんってめっちゃ言うからさ、うん、やからこうなんか生えてる感じもあるよな、うん、なんかこうデブをさこう下げないというか絶対に、うん、感じがもうマイコーさんからにじみ出てたから、うん、やから横にいる人もお米ちゃんもなんかえデブやのにめっちゃ可愛いとかさ、ほうほうほう、こう いいイメージをめっちゃ持つようになったな、うん、すごかった、ちょっとなんか身内はさこうやって言ってくれるけどさ、うん、もっと反響あってもええよな、
いやもううちずっとフォードランナーハッシュタグでずっと見てた。ほんまにずっと見てて、うん、いいコメント来たらもうスクショして、うん、後で送ろう思って。いやでも、うん、あの初っ端なフォードランナーで、あのマイコーさんがデブかりデブの説明してたやん。いや僕はデブのこうしたくてみたいな。そしたら初っ端アンチ来てた。アンチコメントが。アンチ来てた。うん。なんかこの人はなんかこうは言うてるけどデブを下に見てるし、デブって言葉を使ってる時点でなんかデブをなんかこう卑下してるよみたいな。え、それともデブを使ってるってことか。あ、だからなんかこのデブを押したいとか見せかけて、ほんまは自分のこと言いたいだけでしょみたいな、みたいなアンチが来ててんけど、こんなしょっぱなでアンチつくんいいやんみたいな。まあでもデブっていう言葉の意味を、うん、うんうん、ポジティブにしたいっていう、うん、まあ、志のもと来てる人に対してデブって使ってるって、もうそもそも聞く必要ないもんな。うん、いや、あえてその人なりの言い方があるんやったらな。なあ、うん、いいけど、でもデブっていうワード自体をもうイケてるワードにしたいっていう、うん、あれやもんな、マイコーさんは。そうやな。うん、やからそこがこう、あの15分ぐらいをさ、通して、うん、その人にも伝わったらええな。でもテレビ側の人はやっぱな、コンプラとかあるから、うんうん、デブとは誰も言ってなかったけどな。あー、そのサービス名のデブ狩りぐらい、うんうんうん、すごいなと思って。確かにな。まあでもさ、はい、デブってさ、うん、単語の言葉の響きが悪ない。あ、それも言われてました、ツイッターで。あ、そう。なんか濁点やから、うん、どうしてもこのなんやろ、ポップに、うん、やからポチャさんとかさ、かわいい、うん、でもデブってなんかこうどぎつい感じがするから、うん、なんか単語自体をちょっと変えたらいいんちゃうみたいな言われてた。うん、なんかそうやんな、うん、なんか丸つくやつな。なんか茶色いイメージやもんな、デブって。ポチャとかはさ、黄色とか白い、うん、ポチャとかな、なんかプーチャッポンとかさ、ね、なんかちょっと強い感じするもんな、うん。濁点つくにしてもギガさんとかさ。あ、かっこいい、かっこいい方のね。メガさん、お前めっちゃギガやんけみたいな。容量的にな。いいや、めっちゃギガやんけ。テラさんもおるやん。テラさんも確かに、それめっちゃいいな。な言ったとか言い出すお前な言ったやんな、ね、な言ってんなみたいな、うんうん。まあでも確かにな、その、うん、デブって自体がなんかこう自体がな、ちょっと強すぎるからな、ね、うん、多分それでぽっちゃりさんとかな、マシュマロ女子とかが多分できたんやろうけど、ゲップとあくびも交換したら全然ちゃうと思うよ。だからゲップとあくび、まあ、せやな、あくびって可愛いもんな。うって出て、うんうん、ごめん、あくびしもたって言って、可愛いなみたいな。可愛いな。うわー、でも、ね、でもゲップすんなよみたいな。でもゲップがさ、濁点めっちゃついてるからさ。やっぱ可愛いな。言葉の響き結構あると思うねんな。いや、あるよ、そんな当たり前やんな。当たり前やん。なんで強気や。何笑っとんねん。何爆笑しよう。強く言うてもだ。ということでね、まあ、そんなテレビの出演もしてきた、はい、コンソメパンチ木村がここにいますということで、はい、行こうよ万博ね、行こうよ万博、始めていきたいと思います。やっ FM 姫 77.2MHz 淀川区東三国からお送りしています。Hey! ということでね、はい、もうしかもテレビもあってさ、はい、取材もあったからさ、しかもあのモデルの、モデルもまたね、モデルも決まったぞ。え、このバンド内格差やばない？どう格差、格差ではないやろ。え、格差ではない。いや、この間、まあ、木村くんにも言ったんですけど、うん、夢の中でめっちゃ喧嘩してる夢見て、うん、木村くんとうちが、うん、でも何の内容で喧嘩してるかは全然分からへんねんけど、うもうむっちゃ喧嘩してて、うで木村くんがうちに、うん、お前そんなん言うやったらお前がやってみろやって言ってたのはめっちゃ覚えてんねん。田舎道二人で歩きながら、そういう活動のことってこと、うん、お前もテレビ出演、お前がやってみろや俺やりたくなくてもやってんねんぞみたいな感じやけど、そう、苦悩みたいな。そんな夢を見たんですけどね、うん、はい、まあ、モデルもそう、はい、新しいデブモデルってことですね、うん、そう、今まであの、うん、通販ショップの2000さんやってんけど、はい、また違うあの岩ショーっていうブランド、また大きいサイズの、なんかね、今年から大きいサイズを取り入れていきたいみたいな。おー、すげー、オープニングスタッフやんじゃん。そうやね、もともとあんねんけど、うんうん、さらに力強く入れていこうみたいな。すごい。でこれまでなんかその社長が吉本
と仲が良かったらしくて、そのプラスマイナスのマイナス言ってもた岩橋さん、そう岩橋さんとかがモデルやってん、すごいやん、でもう次ちょっとまた一新してやっていきたいってところで声かけてもらって、うんうん、で何やったかな、ちょうどね年齢もええらしくて、うん、あ30中盤みたいな、そのターゲット層と被ってるってこと、そう通販で大きいサイズ買う人、はいはい、9割がもう40代らしくて、うん、で若い子の方がもう店頭に行くらしく、あそうか、買い物は、まあ、せやな、うん、うんうんうん、でそこもええし、体重110とかは結構今までもあってんけど、うん、メインで、はいはい、でも130とかのところらへんが今まで全然モデルさんとかその展開とかがなかったらしくて、はい、そういうところを向けて木村さんちょうどいいかなっていう、すげえデブは才能って言うもんな、ぴったりや、年齢ターゲット層ぴったりやと思って、僕を待ってたってことですかって言わなかった、僕あと 5,6 年息ありますやん息ありますやん専属ですやんいやすごいね、しきむに日戦のやつ見ててもさ、うん、やっぱ写真映えするやんちゃんとかもな、ああいやいいですやん、よかった、ちょっとデブモデルね、うん、もうどん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 出していきましょうよ、ほんまやなデブモデルな、はい、なんか取材とかできたいのにな、あというかうちほんまに次テレビやったら密着やりたいけどな、テレビや、あ密着なの、いやなんかそのあその木村のとこ、そうそうそう、いやなんかこう YouTuber とかでもさ、うんうんうん、こうなんかこう東京コレクションとかさ、やるときにこう普段とは違う活動するときにさ、確かにその密着裏側とかうちめちゃ見るからさ、うん、そういうのちょっとやりたいわ次、俺モデルとかめちゃくちゃもう慣れてもてんで嫌なデブやなういういしさ出せよ会話とかもめちゃくちゃあれやで、ね、しょうもない会話やで、いやちょっと見たいやんそのさなんかなんやろテレビ出演キムにしたらわかるけどさ、うん、うちらとかさじゃあどう入りから本番までどう過ごすんかとかさ、やっぱ気になるやん、うん、モデルもさついてから服着替える時とかポーズとかどうやってんやろみたいな、うん、気になるやん、なるな、こなれてんねやな、こなれてういういしさもうないねや、ういういしさないかも、昼ごはん何するんですかとか、うわ嫌なやつ、えいや今日もココイチですかねみたいな、うわまた海の幸となんかチキンカツですか、全部バレてるやん、もうめっちゃ覚えてるじゃないですかこんな会話や、全部バレてるやん、ええやんええやん、えちょ次マジついていかせてや、お前の一回言ってみるわ、うん、じゃあ古川さんに、やっぱ YouTube もねコンテンツを増やしていかな、うん、確かに、はい、Vlog ばっかりもんな、ラジオといつまでも社長社長のショートダメです一番見られてるけどねみーちゃんの Vlog クオリティ高いから、いや Vlog めっちゃいいけどなてか使い勝手めっちゃええな、まあね、あれうん、なんかでもちゃんとメインコンテンツもなんか突っ込んでいきたいなって、せやなほんまに、うん、確かにね、はいはい、ということで取材を受けてきまして、かっこいいやろ取材って、いやもうかっこいいよ、てか今年去年から今年にかけてさ、うん、やっぱコンソメパンチ木村のソロのその活躍がさ、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、取材も受けて、うん、本も出してみたりしようとしようとね、はい、うん、いいじゃないですか、ちょっとバンドを引っ張っていただいて、はい、お願いします、ございます、はい、で、ね、でも1100字やからさ、その1ページだけやね、うんうん、取材のね、取材の雑誌の掲載が、うんうん、1100字に収めなあかんのでってだいぶ浅い、このな初めての木村みたいな感じ、おーおーおー、でさ、ナンバー8で、はいはいはい、去年上海ブルドッグで単独したやんか、うん、で、まあ、それも言って、はいはい、で原稿上がってきたのよ、おうおうおう、2日前ぐらいに、はい、ほうほう、木村さんチェックお願いしていいですかつって、うん、修正あればなんかその受け止まりますみたいな、うんうん、でパーティーに立ってナンバーハッチ即日速乾みたいな書かれててやばい、俺それ一言も言うてないの森にもらってる、で僕も寝起きやったから、うん、あちょっと寝起きで見過ごしたったことにしよ、オッケーですって言ってオッケーですって言ってやばいやレジェンド生まれたのやあのリリースされた暁には、はい、即日速乾した男になってやばいな、シャヘブドッグ即日速乾なんてすごいな、うん、新しいプロフィール書かなあかんな、ナンバーハッチ即日速乾やばい、あんなに頑張ったのにかっこよメンバーみんなごめんいやまあまあまあいいですね、でも取材も、うん、そうやな、いやどんどんこれでね、まあその木村くんきっかけでバンド知ってもらえたらほんまやな、こんな嬉しいことはないので、うん、いろんな方面でね、はい、もうやっぱモデルもやってるからさ、うん、顔ファンとか作っちゃう、顔ファン、顔ファン、顔ファンとかついたらどうする、つきたよな顔ファンとか、いやもうそんな、でもそんなんさ、そのぽっちゃり好きのね、うん、女性の方とかいるじゃないですか、はい、でやっぱりこうモデルなんかこう母数が少ないやんやっぱり、うん、やからさ、うん、こうキムニーに行き着いてさ、うん、この人かっこいい好きってなって
会いに行ける場所っつったらうちらライブじゃないですか。えでもね、はい、あのデブの顔ハンとかおると思う？そうおるんちゃう？おあの本邪魔家の石塚さんに かつて出待ちがおったと思う、はい、いや時代は変わりましたから。ほんまに？いやだって石塚さんはさ、うん、もうその別にこう可愛い面白いみたいな感じやん、はい、あの頃はそういう感じやったやん、うん、で今はさそのもうみんな言うやんデブ好きの女の子が多いとかさ。伊集院光の浮いた話聞いたことないで俺。伊集院光さんは浮かへんよ。尖りすぎてる。浮けへんよそんなの。一人で先生書いてる話が聞かんで俺大丈夫。いやでもやっぱモデルさんやからさ、うん、今やったらこう女の子やってさそのお米ちゃんみたいな可愛いねぽっちゃりの女の子が出てきて、はい、でそのもうほんまに可愛い恋愛対象として可愛いみたいな人がいるわけですからいますよ、まあ、そらサンボマスターになんか恋愛ラブソングちゃんとあるあれあるよラブソングはある、ね、ラブソングいっぱいあるよ失恋の曲しかなくないラブソングの中でもそんなことないよ。いやだから木村くんがこれから顔ファンがね、うん、ついてきた時に大丈夫俺バックナンバーみたいな歌歌える。いやだからもうどうライブどうしていくかですよ。次の曲聞いてください花束とかいける行きましょう。意味変わってきそう。絶対ダメですよあのペコペコソングとかそれはいいやいけるか。いやでもやっぱあの可愛いね、うん、やっぱペコペコソングを木村くんが歌うのがやっぱ可愛いじゃないですか。あそうもしぽっちゃりの木村くん可愛いって思ってくれてるね、うん、人がいたらだからどんどんご飯の曲も作っていきましょう。ほんまやな、はい、作っていこうな。かっこいい曲はね木村くんよう作るんで、やっぱ新曲もさこうかっこいい系の曲とか多いやん。そうやったっけ。やっぱマインドがかっこいいいい面なんやろな多分ペコペコソングとかはさやっぱこう渾身のでないと作れへんやん、うん、なあそうやな。ちょっとペコペコソングに次ぐさ、うん、あのご飯曲をちょっと作ってくださいよ。そうやな活火山作るか、はい、ええカツカレー作るか。あカツカレーはいいと思う。カツカレーカツ俺カツからカツカレーはまずカツから行くっていうこと、ね、うん、はい、そうそうカツから俺カツカレーみたいな。いやでもこれねもしできたら、うん、受験シーズンうちらもう引っ張りだこですから。お前やな、はい、やっぱシーズンで曲流してもらうようにならないとね。確かに、はい、カツカレーとじゃあキットカツとあるな。カツカレーとな曲形でかぶりがすごいからねキットカツとってある曲。いやカツカレーとね、はい、あーそうそうかけていかんといいじゃないですか、はい、2枚同時リリースA 面 B 面カツ2枚乗せのカツ2枚乗せ。いやでもやっぱカツマロハンバーグとかさ、はい、サビがハンバーグハンバーグ言ってるからさ、うん、そのハンバーグのやつで使ってもらいやすいやん。確かに。なんかあのインスタのさ、うん、この曲使われてるよな。そう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 、この曲使われてますみたいなやつ調べたらさ、うん、ハンバーグの曲とあとペコペコソングも結構あった。そう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 、やっぱ使いやすさをね、確かに出していかなきゃ。はい。であのうちら今年初めてね、うん、1月1日にライブしたじゃないですか。神戸の太陽と虎で、うん、でそこであのブッキングのねいつもお世話になってる富士さんが、うん、君らもっとあの子供とかこうに受ける曲もいいと思うでみたいな言うてもらったじゃないですか。言うてもらったね。やっぱそれがやっぱご飯の曲ちゃいますか。あーそうかも、はい、子供って何やろな。でも iPad ばっか触ってるやろあいつらまあ今やね携帯で YouTube 見たりマインクラフトの方が好きやろ音楽より。 いやでもやっぱそんな 子たちもね、うん、あの NHK のあの体操のお兄さんとかのやつ流したらめっちゃ見んねん。ほんまに？こないだ高校の同級生のね、うん、あの子たちと遊んだんですけど、子供あの、まあ、ご飯中もわーってなんかおもちゃで遊ぶねんけど、やろ？あの NHK のその体操のお兄さんの流したら、うん、もうめっちゃ踊る。すごいで。読みたらお兄さんあの肩カクカクしない？マインクラフトで。しかもあの体操のお兄さんとお姉さん、うん、なんかどこのホールか分からんけどめっちゃでかいホールでライブしてんねん。でその子供たち NHK ホールや。あそうそうそう NHK ホールか、うん、NHK ホールでやって子供たちが狂気乱舞してんねん。そうなん。真ん中で踊るお兄さんたちの真似して、うん、すごいであれ。近くで見たらあのビットじゃない？大丈夫？壁とか、なんで仮想空間でやってんねん。ビットじゃない？いやすごいね。なんかまあその iPad も多分見るやろうけど、うん、何が子供たちをあんな魅了するか分からんけどすごいよ。お兄さんってすごいんや。いやほんまにすごいと思った。歌意味分からへんもん。確かに。トリケラトープスとかわけ分からんけどすごいなと思った。だからそんなんをでも作れると思うわ。作り付けありで。
じゃあもうカツカレーとキットカツとにかけるしかないね、はい、かけるしかない。2023年それでいきますあれえどうしたの、聞こえへんくなっちゃった、うちのイヤホンが。いや、え、どうし、大丈夫？あ、今聞こえたわ。え、大丈夫です。怖。霊障です。孫をことなき。霊障か。うん、今何かが通った。ほんまに聞こえへんくなっちゃった。おう、はい、耳が？うん、耳がちゃう。違う違う違う。生声は聞こえてんの。そういえばお母さん耳が好きやったな。ええー。いやいや。手びちも。なんて？手びち？手びちって何？何だっけ？ブッダの腕。豚足。うん、豚足好きやった。好きやった。ええー、思い出。おかんが。はい。長期入院した末に死んねんけど、うんうんうん、長期入院する前日の夜に、うん、あの豚切ってくれて、でこれ韓国のなんとかやねんっつって、うん、はいはい、で台所キーって言われて、うん、2人で食べててさ、ちまちまなんか珍しいんじゃん、そんな2人で、まあ、夜中にそんな食べるの珍しいなと思ってて、うんうん、で、まあ、腕ちょっとしびれてたからさ、うんうん、多分その脳梗塞の、はいはい、うん、前兆で、ね、前兆でしびれてて、はいはい、熱も出てしんどそうやったけど、なんか、うん、その食べてる時間がなんか不思議と覚えてるわ。最後の食事ってこと一緒に食べた最後の食事、わで次の日俺も朝から仕事やったからさ、うん、でもおかんが救急車呼んでくれっつって、お救急車呼んで、うん、で来て、うん、で俺も仕事行かなあかんかって、うん、まあ、いつも熱出てたし、まあ、そんなもんやろうと思っててんけど、はいはい、そこでまあ救急隊員の人が付き添いますか、うん、みたいな、うん、でうちのおかんがさ、うん、もううんって言うねん、俺仕事やけど、うん、あでもあ僕仕事なんですいませんっつって、うん、断って連れて行ってもらって、うん、ついていってよかったなって思うね。だからお母さんはそれが心残りで今あの左肩にいるのかもしれないね悪霊になってしまったのかもしれない言うたって悪霊になってしまったのかも ついてきてくれ付き添ってくれてんねんな今付き添ってくれてるってなんだあの子付き添ってくれんかったから私付き添う怖あかん、こんなんで笑うバンドになったらいけませんからねせやであかんねんほんまに。いやでもうちらはね、うん、お母さんをジョブさせるべくね、はい、バンド活動頑張りますのでね待ってね、あのおかんがジョブしてもたらバンド活動できんくなるからその場合その場合、まあ、だ4人目のメンバーみたいになってまうな、お母さん、うん、4人目のメンバーみたいになってまうから、まあ、ある意味そうやけど、はい、うん、いやでも本当にね、バンド活躍して、うん、ね、お母さん安心させますからね。まあでもおかん2000円で復活ってたからさ、うわおお。でフォードランドも毎日見てたしさ、はい、おぼしめしちゃん、いやその見てほしかったなと思うよね。でもね、せやな、こういうの、いやでももうそんなん絶対伝わるからね、大丈夫です、絶対伝わるからね、はい、もう左肩から見てますからフォードランナー見てくれてるじゃなくて、フォードランナー連れて行きましたから、一緒に出てたんあれ、はい、お母さんも出てましたから出てたんや、はい、そっか、日戦もあの一緒に服着てますから、一緒に着てんねん、はい、モデルでモデルで着てますから、今一緒にご用意してくれてたんや、はい、日戦さんもできますからね、すごいな、ちゃんとお母さんが今左にいると思って、うん、頑張っていきましょう、活動、はい、はい、頑張っていきましょう、まあ、2月19日がね決まりましたから、はい、うん、そうでございます。チキンジョージで、うん、ミュージシャンね、いっぱい読んでやるのは初めてちゃいますか、うん、初めてですね、初めてやね、はい、対バン形式というかね、うん、共演者がいっぱいいるから、うん、はい、楽しそう。しかもなんか去年ね、うん、うちらバスカーのオーディション頑張ったおかげで、うち普段高校の友達とかに、うん、こうバンド活動のことあんま言わないやけど、なんでなの？いや、その別に告知とかはね、うん、そうするけど、なんやろ、特に個別に送ったりとかはしないわけですよ、うん、みんな忙しいからね、うんうん、でもそのバスカーオーディションの時は向こうから調べて来てくれて、でありがとうみたいな、うん、でバンドも応援するからねっつってサブスクも聞いてくれて、で昨日電話来て、2月19日みんなで行こうと思ってんねんけど、うんうん、言ってくれて、なんでやなんでや、いやなんかあれ応援してくれて、あれちゃうん、はい、俺の顔ファンちゃうんそれもうええて、あもうええていいんですよ、ちゃうんな、えちゃうなちゃうなうちの友達はちゃうなちゃう、はい、一人もおらん、一人もおらん、俺やろ一人ぐらい、一人ぐらいおったらよかったけど、木村さんってどこに住んでんのとかさ、おらんな、妻子持ちなんとかさ、おらんかった、高校友達おらんかった、えそんなやつはおらんかった、いやいや、秘めてそうなやつおらへん、木村のキーとかいたら顔ポッとかするやつおらへんでも足軽さんのライブ楽しみっつってたおいちょっと待ってよ、そのねバスカオーディション来てくれた時にね、うちらトップバッターで、うん、でみんなそれぞれ予定あんのに来てくれたんよ、あそうなん、そう一人は東京から、ほうもう、ま、京都帰るよ、帰ってくるんやったけど、うん、夜から予定あるけどちょっと
先来るわっつって、でもう一人は彼氏とデートやってデートやけどこの日美咲応援しに行かへんってなって彼氏と一緒に来てくれて、しかも彼氏もサブスクで予習してくれて、うん、耳食堂でもう一人はもう助産師さんで、もう月に休みちょっとしかないんよ、うん、その貴重な休みを来てくれて、そうやねみんな俺のために違う俺のために違うありがとう、そうやねそうやね、で足軽さんの時はもうみんなおれへんかって、うんうん、そやからで優勝足軽さんやったよっつったら、うん、そのミミミ食堂とその対バンの人らみんな一応調べてくれてたらしくて、で足軽さんがライバルっぽいなとか言ってくれてたらしい、でその足軽さん優勝やったよっつったら、うわマジかみたいな言ってて、で2月19出るよっつったらちょっと聞いてみたいっつって、うん、そうなんや、せやねん、いいじゃないですか、そうや、やからなんかねえ自分の友達が応援してくれるのってなんかちょっと嬉しい、恥ずかしい、胸熱やな、そうやねん嬉しくて、ああそうなんです、いいな、はい、頑張っていかなあかんな、はい、もうね、うん、やから2月19はちょっと高校生の友達にいい姿を見せたいんで、ちょっと俺もなんか惚れる演出するわ俺にって惚れ格演出するわ惚れ格演出ほんまですか、まあちょっと楽しみし、うん、空回りしないようにあの全員漏れなくあの、はい、上手の方に上手の方に生かしてアピールやばい、イヒヒじゃないからなんていひひって言わんといて笑い方上手の方に生かしてうん、分かったよお願いね、分かったよ上手の方にね、いやでもこの日はね、うん、なんか一応その友達にもね、うん、なんかライブってどんな感じなんつって、うんうんうん、でなんかあのまあ、曲と曲の間にちょっと役者さんとか入って、うん、なんかこう曲と曲の間、あ、曲、あのライブとライブの間にその役者さんとか入って、うん、ちょっと物語調とかにもなってるから、うん、多分楽しいと思うよっつって、うん、すごいねっつって、そうやな、そうすごいね、そんな初めてやっつって、うん、まあ、役者さんもね5人おるから、はい、でバンドも5って、うん、あって、はい、まあ、1つずつ作って感じだけど、うん、ゆきちゃんって子がおんのよ、はいはい、ちょっと変わった子、はいはいはい、まあ今回の劇場、うん、簡単に言うと円盤の騎士、円盤が CD のことですよね、うん、CD にはなんか守り神じゃないけど、はいはい、なんかそういうついてるよねみたいな、うん、勇気をくれるものがついてるよねっていうのでやってて、うんうん、悩みを抱えた子たちが、うん、この音楽で元気を取り戻して頑張るっていう、うんうんうん、お話なんですけど、はい、ゆきちゃんがあのこの間あったらさ、うん、ボイトリたまたまあって、ほうほう、であの今何の歌の練習してんのって言ったら、うん、あのポケットモンスターの歌を練習してるって言って、おお、歌う機会ないですかってあの、はあ、言われてさ、はあ、ちょっとねあのやっぱその問題を抱えた女の子たちが音楽で、うん、その元気を取り戻す、はい、勇気を与えられて頑張るっていう姿やから、うんうん、なんか別に女子高生でもええやん、そうやな、で主婦でもええし、はいはいはい、ないろんな人がいるんけど、はい、もうポケットモンスターの世界の中のあれ人物で、人物で、うん、私うまくポケモンと接せれないの待って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 っていう設定もありかなって、はい、あ、まあ二次元でね、二次元まあまあいろいろね、今はね、そうそうそう、メタバースですから、でもややこしいな劇の中の、また劇の中に入ってもらうってことね、言うたらある国の王様が国、はいはい、滅亡されるされようとしてる、はいはい、侵略されようとしてる、でも、はいはい、どうしたらいいかわからん、その時にこんな魔法の円盤がある、ね、っていうのでもええやん、うんうん、まあ確かにね、そういうので、うんうん、ポケットモンスターの世界でポケモンマスターを目指すユキがめっちゃおもろいやん、たとえ何やったっけ、火の中、火の中、水の中、草の中、森の中、森の中っつってこう歌いながら出てきてさポケモンゲットだぜとか言ってさ、もう元気やんもうユキちゃんその場合元気やからさ、いや空元気かもしれないですからね、そうそう、それがね待って待って、まあ、待って、その次にゲットだぜとか言ってさ、その次のライブ誰それだけ、それだけ誰でもゲットできひんみたいな、うん、どうしたらいいんやろう、ハッピーエンドだなあかんやん、そんな時にもう音楽がねやっぱこう流れてくる、おい、そんなん近石くん次のライブでバカな女って言ったらどうすんの曲のイメージ変わってまうやんか、変わってまうな、あかんですよ、そんな確かに、確かにあかん、はい、すごいな、いきなり分岐点めっちゃ大なるだ、はい、ちょっとね、まあ、最後はもう僕らミミ食堂がトリを務めるじゃないですか、はい、うん、で終わった後にその5人がこう一つ交われたらなって思ってんねんけど、うんうん、いいですね、うん、そこにポケモンあると邪魔やな、確かに、やばいよ、邪魔すぎるやろ、まあ、確かに邪魔だな、誰かゲーム持っとかなかったな、できたクリアってならな、一人だけテレビ出演とかになるもんな、そこだけ、まあ、プロジェクターあるんでね、まあ、ゆきちゃんのポケモンの歌は別のところでね、まあ、披露してもらう
感じで。そうかな、会場 BGM にさ、うん、ふわっと混ぜといたら。ふわって混ぜない、混ぜない、 BGM に混ぜる混ぜないですね、うん、最初のさ客客入り SE とかに、はい、ふわっとそのユキさんが歌ってるポケモンの歌をもう入れといたらいい、うん、それはどうですか。まあまあええけど聞けるんかな。あ、まあ、失礼、これ言ったら失礼けど、いやめっちゃ気になるもん。一個だけ、え、え、童謡めっちゃ好きな子やから、うん、上手やんか、ふるさととかね、ふるさととか上手やったやん、うん、ポケモンあのテイストで歌われると聞けるんかなっていう。まあポケモンもな、なんかあの世界観がね、うん、ありますからね、うん、確かに。やっぱその寄せてるんちゃいますか、ユキさんも童謡とは違う歌い方で。コスプレしますよって言ってた。え、待って、なんでノリノリで話進んでんの。どうして。俺もやっぱ答えたい人やからさ、うんうん、やりたいことあるんやったら、はいはいはい、そう叶えてあげたいなって思って。え、ポケモンになりたいってこと。そっちのコスプレ。待って、ピカチュウ。あ、じゃなくて、え、ちゃうやんな、トレーナーの方やな。ユキチュウじゃないやんな。ユキチュウの場合もチキンジョージちょっとどうしたらいい。いや、ちゃう、だからコスプレ、どうする、コスプレしますよやからさ、ポケモンになりたい。いや、サトシのあの青いベストと赤い帽子みたいなジーパンみたいなことじゃない。なるほどね、まあダメですね。ダメ、その場合ダメ。一緒にあのスペースドッグセカンドで楽しみましょう。みんなでね、ユキちゃんの、はい、あれをやりましょう。もう、うん、ユキちゃんもライブ活動やってるんですもんね、自分で作って。あ、なんかレコーディング頼まれたよ、ね、うんうんうん、うん、いいじゃないですか。そういうね、発表の場はあれですけども。はい、やっぱ2月19日はね、うん、こうもっとありますんで。いや、面白も入れるとね。いや、面白ももちろんね、うん、まだ近しいことをできたいよね。だからそのポケモンじゃないにしても、うん、そのまあ獣医とか、こうブリーダーみたいなさ、動物を扱う人の役として、まあある種その人はちょっと愛着を持って動物たちのことをポケモンって呼んじゃうみたいな。あかんやん、もうじゃあポケモンやん。うちあれ、あの、まあ、キム兄のミュージカルじゃないけどさ、なんかキム兄のあのミュージカルもこう現実と劇がちょっとリンクしてるというかさ、あったやん、その3人の人が悩み抱えててみたいな。1人はな、親から認めてもらえなくて、うんうん、そういう歌を歌ってた、うん、劇中でもみたいな感じだな、うんうん、そう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 、うん、でもう1人はなんかこう自分が何者なのかみたいなさ、そう、あのハーフで、うん、肌の色が黒くて、うん、あっちの国とは違うし、うん、日本でも日本人じゃないしみたいな、うんうん、居場所がないみたいな、ね、なんか現実と劇がこう、うん、な混じってるって結構なんか見てんの楽しいなって思ったからさ、ほうほうほう、完全にこう役に入ってるじゃなくて、うん、やっぱりこうみんなさガチガチプロじゃないからさ、うんうんうん、そのちょっと自分のことあったら、まあ、テイストも入れてね、そうそう、なんかこううまくこう映れるというかさ。じゃあゆきちゃんはまたつぼみぐらい。ピカチュウではないもんな。まあピカチュウではないな、またつぼみ側やな。まだつぼみな。まだつぼみやなんじゃ。うん、まあそういうね、ちょっと実を入れてね、できたらね、いいと思いますけどね。進化する可能性を秘めてるっていうね。うつど、うつどになる。うつどやばいやろ。あんなん化け物やんけ。どうすんねん、ゆきちゃん、そんなにしないから。ポケモン全部化け物やん。もっと可愛いのあるやろ。まだ伸びしろあるってことか、ゆきちゃんも。すごいな。2回あるからね。2回あるのあれ。え、進化2回する。え、まだつぼみ、まだつぼみ、うつぼっと。うつどん、うつぼっとになる、ね。うつどん、うつぼっと。そう。うつどんって何？うつどんなんか目ギョロッとしたやつやん。こんなやつ。ああ。そうです。なんでそれいきなり悟空なんだ。タレコ唇みたいな。そう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 。うつぼっとはうつぼカズラなんだ。キムニーポケモンとかやってたん？俺小学校の時やってたよ。ほんまに？なんかイメージないわそんな。でそれで思い出したけど、はい、俺小学校の時そのちょうどポケモン生えてる時入院してて、え、クモン病院に。はいはい。その時の夢あってん。何？映画監督になるの夢やってん。もう本ならもう果たせてるやん。ゴジラの人形好きやったから、はい、でその時も入院しながら、うん、その神とかをさ丸めて山とか作ったりして、はいはい、そのジオラマじゃないけど、うんうん、自分で街を作って、うんうん、でゴジラをこう走らせて、うんうん、僕これで映画作んねんって言ってた記憶を、うんうん、この間思い出してる。すごい、脚本という意味ではそうかもしれない、半分叶ってますね。確かに映画を今年来年作りましょう。じゃあエッセイから、エッセイから、エッセイからでもあのたくさんでもね、山とか作らなあかんの、山とか神で作らんでも、うん、どうしたどうした、その時の俺のすべが神なだけであって、あ、本当は神なんか使えてないんだから。いやだって俺神にだってあの丸めてクレヨンで塗って山って書いててんから俺、うわ想像力の欠如。強くこれでって言ってたから、うん、これでやりたい。いやその時はねそれでやって俺はこれでやりたい。ええやん、映画監督言ってたなと思った。映画だって撮ろうって言ってたもんね、ドキュメンタリーとかみたいな。ドキュメンタリーね、たくさんのやつね、はい、撮りましょうよ。撮りたいね、はい、
ショート映画撮る、ショート映画やったらすぐ撮りそうやんな。フィルムたくさんとフィルムおかんと。フィルムたくさん、フィルムおかん、何、もう一回言って、何、いやいや、その、ショートムービーのね、フィルムたくさんとフィルムおかんも。ドキュメンタリーな、はい。でもどっちも死んでるからな。死んだから撮れるものがあるじゃないですか、やっぱり。まあまあ、記録として撮っときたいけど、はい、そう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 。うん、ちょっと生きてる人にちょっと焦点当てたよね。ああ、まあそれもね、いいですよね。なんかその答え合わせもできたりとかしたいしね。うんうん、うんうん、その人のまた知らんその相手の思いとかね、うん、こう知れたりとか、うんうん、まあもう一人キム兄がいたらな、キム兄を取ってもらえたらなええと思うけど。いやー、俺はもうちょっとダメだね、ま、だいやもうミンミン食堂でコンソメパンチ木村をね、ま、売り出して、ま、重ねないと。いやなんかさ、最近めっちゃ思ってん、うん、こうミンミン食堂でこう、まあ、有名なりたいしさ、うん、音楽めっちゃ広げたいけど、うん、こうミンミン食堂を売り出すってどうやったらいいんかなみたいな、うん、結構なんかなんやろな、うん、まあ、曲を磨くとかさ、うん、演奏の腕磨くとかこうなラジオ会社に音響送るとかさ、いろいろあるけど結構難しいなと思ってて、うん、でもなんかこう個人をさ売り出していくの方がまださ、うん、なんかこうみんなでバックアップできたりとかさ、うん、その受け口も多いなって思っててさ、うん、まあ、キム兄のモデルとかじゃない、うん、もうそうやし、こうデブの、まあ、キム兄言ったらそのキャラクターがあるからさ、うん、見た目も中身もなんかそっちの突破口も結構広いなって思ってさ、突発口、突発口が、そうそうそう、だからなんかまあもちろんミミミ食堂で売り出していくのも頑張るけど、うん、マジでキム兄がこうなあ先人気ってこう有名になってくれたら、うん、こう音楽に対してもこう聞いてもらいやすくなるなと思って。確かにな、名もないミミミ食堂よりも木村くん、有名な木村くんがやってるバンドみたいなさ、うん、なればええー、なあと思ったり、してんねんな。大丈夫、レミオロメンの後ろ二人みたいになってまうで。なるなる、喜んでなるなる。バックナンバーの後ろ二人みたいになる、なるなる、喜んでなるなる。一生懸命なる、サブマスターの後ろ二人みたいになるで。一生懸命なるなる、なる、そうそうそう。いやでもなんかそれがなんかこう2022年は結構引っ張ってくれたからさ、うん、そうそう、デブカリもそうやし、うん、なんかそれは結構、まあでも俺、あの脳梗塞っていう曲あるやろ、うんうん、あれをなんか NPO 法人とかさ。この間脳震盪って言われてたな、曲。あの曲好き、脳震盪。ゆみちゃん何の曲聞きたい、脳震盪、うん、え、脳震盪って曲ないねんなみたいな。ごめんごめん、脳梗塞わかんねんけど、おかんうっかりで死んでもうたみたいな。倒れてるだけ。脳梗塞とかをなんかそういうとこになんかね、うんうん、共感としてせやな送るのありかなって思ってるね、うん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 、ありやと思う、まあ、ミュージックビデオ作ってね、はい、いやミュージックビデオ、ミミミ食堂はあの他の団体の映像結構撮ったんで、はい、2022年は、うん、ちょっと自分らのやつ、ね、はい、自分らのやつ撮っていきましょうよ、ちょっと作らなあかん、はい、映像溜まってるから、ほんまやな、今年も忙しい、いや、仕事が溜まるごとに、はい、まあ、あるあるかもしれんけど、うん、ギター頑張りと頑張ろうとかさ、じゃあ分かるわ、あの歌頑張ろうとかね、なんかちゃうことやりがちよ、そう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 、めっちゃわかるわ、あの映像編集溜まってくるごとにどんどんこの楽器の、ね、そうそう、やる気が上がっていくみたいな、なくなるごとに消費していくごとにこっちのやる気もなくなっていくみたいな、なんでなんやろな、あれほんまに、からほんまにめっちゃおもろいな、あの上海ブルドッグのさ、うん、あのナンバー8のワンマンでさ、うん、曲めっちゃ覚えなあかんみたいな、うん、時にさ、もううわイラスト描きてーって思ってたもん。無駄に。やっぱ抑圧って大事やな。せやでな、ほんまに思うわそれ、うん、あ、最近あの面白い本出会ったよ。何？暇と退屈の倫理学みたいな。おもろそう。まあ結構面白くて、うん、今ちょっとほんま30ページぐらいしか読んでないんやけど、うんうん、人間のやりたいことってもうなんか需要と供給ってあるやんか、うんうん、供給から需要が生まれてるよねっていう、ああああああ、だから私ってそうそう、何がしたいんでしょう私って、うんうんうん、っていうことに対して世の中がもう文化産業でこういう趣味ってこういうスキーとか、うんうんうん、スポーツとかいろいろね、うんうん、本格とかいろいろありますよ、うんうん、どうですか、お供給されてそっから選んでるみたいな、はい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 、すなわち人が本来求めていた実現したいことっていうのは、うん、その人なりの実現したいことはそこにはなくて、うんうんうん、供給されてるものから選んでるみたいな、うんうんうん、なるほど、っていうのが面白いなっていう、はいはいはい、え、こっちが選んでるようで
選ばされてる、選ばされてるっていうカタログ化されててやりたいことっていうのは、でもそうやんな、ゼロからやってるわけじゃないもんな、そのそやね、確かに。で、暇と退屈って何かっていうとこから始まってさ、本来人って自分の生活する上で必要なことしかできてなかったわけやん、うんうん、今日寝るところを作ろうとか、はいはい、食べるものをゲットしないといけないとか、うんうん、子供たち育てるためにとかさ、はいはい、でもそういうとこから文化が発達して産業が成り立って時間に余裕ができたらできたで、本来ほんまはこんな食べ物取りに行かんでもほんま昼寝してこんなことしたかったのになっていう本来あった欲望があるはずやけど、その欲望がどっかに消えてしまったっていう、ね、ほんま時間があったらこんなことしたかったのにな、でも実際時間ができたけどそれって何だったんだろうみたいなことが起きて、逆に供給がいっぱいそれを取り揃えてて、もう需要がそれに選んでいってるみたいな、だから人って結構あなたはこうあるべきですよって言ってもらいやすい本質らしい今。まあもうどこにでもそれが溢れてんもんな、まあ、宗教もそうかもしれんし、占いとかもそうやし、ね、占いもそうかもしれんし、っていう感じ。あ、面白いよな、まあな、うん、なんかやっぱ ないんかね、その、うん、今までの多分その教育とか環境とか、まあそういろいろなあると思うけど、その、多分音楽がしたいもさ、はっきり言うとは別に音楽以外のめっちゃおもろいことが今まで出てきてないから、音楽を多分自分で選んでると思うんだけど、それを知ればそっちの方がおもろかったらそっち行っちゃうとかさ、まあ、全然それでもいいと思うけど、それすらもない人がいるやん、音楽したいねんとか、まあ、僕で言ったらカメラしたいねんとか、マキムに脚本書いて本作りたいねん、みーちゃんイラストしたいねんとか、別に出てくるけどそれすらない人の方が多分今めっちゃ多い気がしてきて、ほうほうほう、無駄に TikTok4 時間見るとか、あでも何も得ない、YouTube2 倍速でめっちゃ見るとか、映画すら倍速で見るみたいな、そういうやつら全員もう全略プロフィール作ったんやな、サービス終了しました、一回過去に戻ってみる、もう収録したのあれポケスペとかでホームページ作ったんやな、あいつらそんなだからそういう人がなんか、でも暇やんか、でなんかしたいけど何もない、どうしゃいいんやろ、占い、あなたこれ向いてます、あじゃあこの資格取ろうとかさ、あなんかこうそういう、こうどんどん流されていくじゃないけど、なるほどな、確かにその占いとか好きでさ、そのあなたの性質こんなんですよって言ってもらったらさ、じゃあこれやってみようみたいな流れあるもんな、そうなのよ、そうやってでもみんなやっぱお金搾取されていくねんな、国に。いや時間が余ってるってことはさ、時間って何かって言ったら命やんか、で命をつくイコール時間で、その時間使って仕事をして、それ対価としてお金を得てるやんか、時間が余ってるっていうのはお金余ってるとも取れるわけやんか、だ言うたらカタログ化することでそういうとこをゲットしていってるってことやんな、だから、そうやな、まあ、だって家の中でボーっとしてもらうより何かしてもらった方が経済回るもんなそう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 、文化産業らしいです、そやな、なんか時間は全部一緒やけどさ、生きててずっと一日の長さは、高校生の時とかさ、例えば今みたいにスマホとかさ、タブレットとかさ、パソコンがそんなこう便利じゃなかった時代あるわけやん、そんな YouTube を見てない時間とか、でもさ高校生の時そんな暇やなみたいななかったくない？あった、うぜやん、ほんま、え、テレビザッピングしまくってたけど、いやなんかその、なんやろ、何もやることないなみたいなさ、時ってなんかあんまなかったなと思ってさ、友達おったんじゃん、おった俺夏休みずっと三国志見ながらそう一日三国見てたいやなんか時間の使い方っておもろいなと思って、なんか変に賢くされてるやん多分、なんかある一定のラインまでは、なんて IQ とかじゃなくて、こう情報が多すぎて、一定のラインまではみんな多分賢いと思うんだけど、だからすぐ取捨選択の距離が短いというか、3歩ぐらい進んで無理やったらやめるみたいなのがめっちゃ多いから、多分どんどん暇になっていくんやと思う、アホやったから多分イメージしてて想像して、ああだこうだアイディアが出てきてっていう、ちっちゃい時から考えたら、やっぱ賢く鳴らされてるみたいな、そうやな、あれどうしたなんか突拍子もないこと言ってもうたいやそんなことないよいやだからなんかその今のね携帯とか SNS 社会がなんかこう結構
コンプレッションかけてきてるなみたいな、うん、こう若い人たちを見てると、もう時間の奪い合いやからな。お前やな、怖いもんな、ショートとか。そうや、最近2秒らしいで。2秒か、2秒決まるってこと？動画とか、うん、2秒何もなかったらもう飛ばす子とかが最近現れ始めたらしい。音楽とかも再生して2秒でならんかったら飛ばすとか、うん、へー、まあ、昔はなんか十何秒だっけ、うん、なんかね。でも動画のこの時代もやっぱ飽きが来るんかな。来るんじゃん。なあ、今 TikTok とかさ、やっぱ YouTube とかさ、うん、全盛期時代やなと思うねんけどさ、うん、やっぱりそれが飽きてくる時もいつかは絶対来るんやろな。うん、来る来る来る。なんか動画とか見ててもさ、動画の種類ももう今結構絞られてきたやん。うん、面白動画系とかさ、うん、とまあそのライフハック系、うん、便利な。うんのとこう動物系とかさ、どんどんいらんもの消えていくんかな。消える。うん、なんかあのこれ見て何の意味もなかったなみたいな動画あるやん。あるあの海外のさ、こうなんやろ、戒めじゃないけど、なんか大盛りのパスタと普通のパスタを2人で食べてて、うん、隣のやつが大盛りのパスタ羨ましいからなんか奪って、うん、なんかこうやって入れ替えて、こうでもよく書いたから結局損しますよみたいなさ、うちは今一体何を見せられたんだみたいなさでも海外で流行ってるよみたいな動画はさ、うん、消えていくんかな。うん、消えていく。いや知らんけど消えることはないけど。いやでもなんか何の意味もないけど、ま、やっぱこの満たされてる感はあるからみんな見るわけやんな。ほうほうほう、そこに。確かにね。うん、まあ、でも YouTuber がさ、最近なんか何の YouTuber か知らんけど、うん、めちゃくちゃ収益下がりましたみたいな、って書いてて、うん、登録者数は増えてんねんけど、ほうほうほう、まあ、見る人が減ったよね、はい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 、で単純にコメント欄で結構勉強になってんけど、うん、テレビと違うのってさ、うん、その人がずっとタレントやんか。おー、うん、そうやな。テレビっていろんなタレント使っていろんな旬を取り入れてできるからさ、うんうん、まあ、正直面白くないけどテレビあんまり、うんうん、やっぱ強みよな、そういうとこは。そうやな、確かに、うん、同じタレントをずっと僕ら。せやな、このラジオもずっと僕らやからね。ほんまやな、うん、やからテレビやったらゲストを入れたりとか、入れたりね、場所変えてみたりとか、番組変えたり、はいはいはい、コーナーもね、あれやこれやできますからね。やっぱ秋があるからね。まあせやな。でもラジオはさ、うん、そのまあ毎週1回、うん、言うたら番組と一緒やん。はいはいはい、毎日じゃないし、うん、なんかそれはいいと思いますけどね。そうやね、ね、やっぱこのリスナーのね、ミミミミンのね、ミミミミンのミミミンのみんながいるからね。はいはい一緒に年取ってこな。お前な、今年1年よろしくな。はい、ということで、はい、2月19日頑張っていきましょう。はい、2月19日ほんま楽しみやし、うん、あのフライヤーポスターもね、うん、手に入ったので、はい、どんどんいろんなところに、はい、持っていくし、この日あのみんなね、バンドマンあるあるの、うん、その過去にちょっと CD 出したけど、はい、あんまり作りすぎちゃって売れてるけど、うんうんうん、まだ余ってる CD があるやんか、うん、あります、はいはい、あれをちょっとね、僕 で新しく出会った人って一番新しい CD とか買ったりするから、はい、その余ってる CD を、はい、なかなか手に取らん時あるやん。そうです、はいはいはい、今回のこの2月19日のイベントはそういう CD を取ってもらう機会にしたい。最高です。はい、でお客さんも新しく CD ゲットして嬉しいし、はい、うん、バンドマンもその大量に作りすぎちゃった CD 売れて嬉しいっていうのにしゃくて、うんうん、そのために役者が物語を演じてその CD に付加価値をつけたい、うん、でさらに付加価値つけたくて、この5組のバンドマンが5組、うん、自分以外のバンドにのその CD のライナーノーツを書くっていう。めっちゃいいやん。いや、そうなんですよ。プチライナーノーツで100文字にも、うん、200文字ぐらいで考えてんねんけど、はい、あれやな、その感想じゃないけど、感想というか、そういう評価というか、はいはい、批評というか、うん、そういうのをこう見どころとかね、バンド他の自分の好きな言うたら、うん、足軽さん好きな人が、うん、その足軽さんが書いたライナーノーツを見て、うん、まあ、あの日立純の CD を聞いたりとか、はいはい、あ、花森さんはこんな風に日立純くんの CD を聞いてんねや、めっちゃいいと思うで、とかね、こう、はい、新しい発見がね、そのリスナーとはさ違う目線でまあ聞くやん、うん、曲書いてる人やしさ、ね、うん、そうそう、めっちゃうちもちょっと気になるもんそれ、うん、みんなどう自分のさ曲を聴いてくれてんやろとか。そうだよね、楽しみ。てかこの企画2月19日以降もまたやりたいよな、こういうの。円盤の気質、はい、いやめっちゃ良くない？めっちゃ革命的やなと思ってんけど、うん、うん、
宇宙の侵略円満の気質宇宙の侵略いってらっしゃい音楽帰ってきたのにまた行かせることになりますけど、うん、いやでもこの、うん、なんか自分らがさ大事な CD 出したい時とかもさいけるやんこういうの確かにね、うん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 、いいなと思って確かにみんなで売れていきましょうということで、はい、2月19日ね、はい、神戸のチキンジョージでお昼からやりますのでね、うん、また詳細は SNS で見てくださいということで、はい、お願いしますみみみ食堂、毎週金曜日8時から9時放送のいくわよ万博、はい、コンセンパンチ木村でしたみーちゃんでした加藤隆弘でした、ま、それではまた来週あいま、うん、さよならさよならそう